すごい量が行き来しているようですね。これただこれかけてあるのがイノシシ用の電柵なので、ちょっと鹿に対しては竹が足りないかもしれません。はい、まあ、獣が通った後にはよくこういう泥がついてますね、葉っぱに。分かりにくい時にはこういうものを探すといいかもしれません。はい、今回はこのグラスファイバーのポールを使います。これを使った電柵ですね。はい、まずこのグラスファイバーのポールにクリップをつけます。このクリップはこう挟むと緩むので、これでこう挟みながら移動させますね。このグラスファイバーのポールは結構細いので刺さりやすくて、こう押されてもですね、柔らかいので折れることがあんまりありませんね。はい、この電柵はクリップが結構楽な仕様になっていて、ここをですね、こう引っ掛ける、で引っ張ると入るようになってます。で反対側もこんな感じですね。こんな風に外紙に通すことができます。はい、このグラスファイバーのポールはですね、電気を通しません。絶縁体ですね。で、このクリップだけが、電気を通すというような素材になっています。なので、ここに電線を通したらですね、このクリップも一応電気が通るというような材質ですね。はい、このポールはですね、だいたい2メートル間隔ぐらいで、刺していきます。はい、このクリップですね、このクリップが外側になるように電柵を回してください。というのも、このポールがですね、外側に出ていると、このポールを押して入る、動物がいたりするんですね。あるいはこのポールを登って入ろうとする動物がいたりしますので、このポールが内側になるようにですね、この絶縁体が内側になるように、クリップを柵の外側に回すと、柵の線もですね、外側に回すという点に注意してください。特に角ですね、角はそのようになるように注意してください。電柵の線もですね、端がこういうふうに余ってしまった場合は、こんなふうにビニールテープで巻きつけるといいと思います。この端の線がですね、他の部分と触れて漏電の原因になることがありますので、こんなふうに端の線はきちんと処理をしておくということが大事です。電気柵はですね、この柵線とアースの間に回路ができないと電気が流れませんので、こんな風にですね、電柵の上に止まっている鳥に関しては、電気流れませんので安心して大丈夫です。こちらはモズですね、バッタとかカエルとかを食べる、鳥ですけれども、こんな風に柵線の上に止まっていても鳥に関しては大丈夫です。でこの鳥がですね、地面と電柵の線を同時に触ってしまうと、電気が流れますので、その点は注意しなきゃいけませんが、まあ、この普通の張り方をしている限りですね、鳥には無害ですね。はい、今回ゲートはですね、この取り外し式が可能なタイプのゲートにしてみました。これですね、クリップで引っ掛けるというような形ですね、これで固定しています。それでこのゲートのワイヤーはこのように、柵の外を巡らせている線につないでいるというような状況ですね。はい、設置し終わりましたね。本当はですね、
鹿から守りたい場合はもう1本、電柵を5段にするのが正しいんですけれども、ちょっと今回資材不足で、4段になってしまいました。これでトラップカメラが今仕掛けてありますので、鹿に破られるかどうかですね、これを今のうちにちょっと確認してみたいと思います。はい、今回は、電柵のパワーボックスですね、こいつを使おうと思います。これは単一電池4本で動くタイプで、1ヶ月程度で交換が必要なんですけれども、これを使ってみようと思います。中身はこんな感じですね。こちらが単一電池をはめ込むスペースになっています。今回はですね、この単三電池3本で単一電池として使うことができるスペーサーですね、これを使ってみようと思います。で、この単三電池はエネループプロですね、これを使って、単三電池計、C3 12本ですか、これでこのパワーボックスを動かしてみようと思います。はい、このパワーボックスですね、プラマイが非常に分かりにくいことになっているので注意しましょうね。なんじゃこりゃっていう方向ですけど、はい、アースはこの辺まで、可能であれば全部埋めるぐらいまで打ち込みましょうね。はい、このパワーボックスではですね、ここの金具ですね、これに作戦をこう触れさせると、そして下に出ているアースをつないで、これで電気の回路ができるというような状況になっています。で、アースが外れないようにビニールテープで巻いて、これでアースは完了ですね。で、こちらこの危険っていう看板ですね、これもしっかりと設置するようにしてください。パワーボックスのスイッチはですね、この底側についていますね、このウサギのマークのが速いピッチで電気を流す、亀がちょっと遅いピッチで電気を流すというような仕組みですけれども、今回は速いタイプでいこうかと思います。これですね、はい、これで今電気が流れ始めたはずです。電圧の確認ですね、 5kV あるかどうかという確認に関しては、こういう、電圧のチェッカーがありますので、これを使うのがいいと思います。だいたいですね1万円ぐらいですかね、結構値が張るものなんですけれども、電圧が足りてるかどうか調べようと思ったらやっぱりこれがあるといいと思います。で、もう少し安いものではですね、こういうフェンスアラートというアイテムが売っておりまして、これはですね、電柵の電圧が落ちてきたときに、ここのですね、赤いライトが光るというようなことをやってくれる、ライトです。これは確か 2,3 千円で買えたと思いますので、これが電柵の管理の際はですね、楽でいいと思います。で、そういうものに頼りたくないという場合はですね、こういう枯れ草で自分でですね、電柵の線を触ってみるといいと思います。結構ピリッときますが、それで電気ちゃんと通ってるなというのも確認できます。あんまりおすすめしませんが、これでも OK ですね、はい、電柵はですね、下草のメンテナンスが大変ですね、これをやってしまえばかなり電気柵、獣の防除に効くんですけれども、これが大変なので、しばらくは様子を見ながらこれ貼っていかなきゃいけないと思います。ここはちょっと知り合いからお借りした柿絵なんですけれども、ずっと鹿の対策をしていなかったので、かなり悲惨なことになっていますね。食われて食われ続け、これブラウジングライン、ディアラインって言うんですけれども、鹿が届く範囲の柿の枝が全部食われちゃってますね。そんな感じになってます、はい、というわけでこんな感じでしばらく様子を見てみましょうか。